外崎チャンネルこちらということで、クライマックスシリーズファイナルステージ第2戦ということでね、今日はお送りしていきましょう。里崎は甲子園にね、日本放送の解説で、阪神対広島戦解説言ってましたけど、まあ素晴らしいね、試合、展開でしたね。だからまあね、今日はこちらからやっていきましょう。阪神対広島、なんと2対1で阪神のサヨナラ勝ちっていうね、ところで、なんと阪神アドバンテージも含めて、もう3勝、日本シリーズ向けてリーチがね、かかりましたというところでね、今日は両先発、広島先発、大瀬良ね、7回80球、3安打5三振、西球1失点。で、阪神先発、伊藤正志、7回99球、5安打3三振、西球1失点というところで、まあ、素晴らしい。まあ、素晴らしいピッチング。だからね、岡田監督は試合後、伊藤はね、今年一番調子悪かったんじゃないのかと。ね、ブルペンからね、調子悪いっていう話も聞いてたけどって言ってたんだけども、まあ、見てても、そんな調子悪いようには、全く見えなかったけどね。まあ、基本的にはもうアウトコースの出し入れだね。左バッターにもアウトコースのスライダー、カットスライダー系出し入れ。右バッターにもね、アウトコースのまっすぐ、ツーシーム、チェンジアップ系の出し入れっていうところで、で、たまにね、インコースも使ったりもするけど、その対左バッターに対してね、外、もう、針の穴を通すぐらいめちゃくちゃいいコントロールだったからね。で、それで追い込んで、たまにインコースバシー行くとね、詰まるっていうところで、完璧なピッチング。対して大瀬良もね、今年一番良かったんじゃないのかっていうね、ところで、まあ、基本的にはね、まっすぐ、カットボールっていうところがね、戦場で、まあ、コントロール良かった。ミスコントロールしても中に入んない。全部外っていうね、ところでは、非常に、素晴らしい、ピッチングっていうところがね、良かったんじゃないでしょうか。ね。だからまあ、伊藤正志ね、フォアボールがね、やっぱこのね、2個を与えたっていうところでね、最近の中ではね、調子が悪いってね、岡田監督もね、ひょっとしたら言ったのかもしれないっていうところで、まあ先生はね、広島の初回っていうところで、先頭菊池がね、レフトへ、ちょっと若干ね、インコースが甘めに入ってね、それを引っ張り込んで、三塁線抜けてね、ツーベース。で、野間がね、バンと全然遅れなかったけども、最後ね、思いっきりバットかぶっててね、なんとかセカンドゴロで進塁打。で、その後ね、小園がもうポーンって当てただけ、もう外にビタビタ来てたからね、それを外ポーンってね、当てただけで、レフト前タイムリーヒットっていうね、でその後、堂林がね、5-4-3ダブルプレーっていうところになるけども、まあ、この1点取るのがね、ギリギリっていうところでは、非常にね、小園のバッティングもうまかったし、まあ、このね、1点でどうなるのかっていうね、言ったところで2回ぐらいを、ね、大瀬良ももうバリバリ良かった。初回ね、1、2、3番ね、連続っていうところでね、三者三振、あ、違う、三者凡退っていうところでね、非常にいいピッチングで、で、2回の裏よ、ワンアウトからね、このね、大山がね、まあ、最後にストーリー作るんだけども、全部初球から打ちに行くのよ。1打席目も、で、2打席目はね、2球目か。もう全部早めに振っていって、全部ね、タイミング合ってないのよ。もう何でも振ってるような感じで、大丈夫なのかなって思ってたけどもね。で、2回ね、ワンアウトからね、佐藤が初球のカーブをね、引っ張り込んで、ライト前ヒット。で、続いてね、ノイジーがね、2球目ね、ライトにヒット打つんだけども、ライト末からね、後逸するんだけど、まあ、記録上はね、エラーがついたんだけど、映像で見るとね、外野なのにね、イレギュラーしてんだよね。多分イレギュラーして、球足がね、雨のね、人工芝みたいにスリッピでトーンって、なんかトトーンってなんか飛んだような感じで、処理しなきゃいけないんだけど、あれはね、想定できんのんちゃうかっていう。まあ、球足がね、ノイジーの球足が速かったっていうのもあるけども、ワンパンで外野でイレギュラーって聞けへんやんな。だからあの外野どうなってたよな、芝生な。で、そっからちょっとイレギュラーして打球が変わって、で、またスピード速くなる。見れる人見て、トントンってなるから、あんなのもうないで。で、それね、末から反応できなくて、まあ、後逸になって、まあ、ノイジーが三塁まで行くんだけどね。で、それで1点入って。でも、その後ね、ワンアウト三塁から坂本三振、で、木浪歩かすね、伊藤三振っていうところで、大瀬良ここ踏ん張ったのはね、大きい。ほんとね、大瀬良めちゃくちゃ良かった。今年一番調子いい時。でもこれがね、まだミスで1点ね、取られたっていうところで、いや、これもタイミング悪い取られ方やなのに、先制していい感じでっていうところでね、でもそっからはね、両チーム、両先発が、めちゃくちゃいいピッチングで、もう連打許さないっていうね、もう伊藤はね、ランナーセカンドね、行かれたとしても、もうアウトコースの出し入れ、ビタビタっていうところで完璧に抑えていくっていうね。で、両チームね、6回以降、どちらもね、ちょっとずつチャンス作るんだけど、物にできないっていうところで、カープもね、6回先頭菊池がライト前ヒット、野間が送りバントを決めて、ワンアウト二塁から、小園ね、ショートゴロ。で、堂林はね、ボールが先行して歩かせて、で、西川がね、ショートライナーっていうところで、ここもアウトコースビタビタ。西川もやっとね、捉えたけども、ショートね、正面っていうところでライナーっていうね。で、6回裏ね、阪神は三者凡退で終わって、で、7回表もね、広島、上本がセンター前ヒット。で、ここでね、俺ね、カーブがもし勝てるとしたら、ここが一番のキーポイントだったと思う。上本センター前、ここら辺からね、伊藤将司の制球力がね、若干ね、乱れてくるのよ。甘めに入って、高め抜けたりっていうところの制球が乱れてきて、この末からね、2球目ね、ピッチャーライナー。これね、抜けてたらセンター前ヒット確実のところを、伊藤将司、頭の横のところね、反対よくね、反応もよく。で、ピッチャーライナー取って、ファーストのね、上本が偽装をつけたことによって大リード大きくなって、もうその勢いで出ちゃったんだよね。このライナー飛び出したのもね、ちょっと痛かった。流れ的には。で、ダブルプレーになって、で、相澤セカンドフライで、これセンター抜けてたらね、カープチがね、一気にっていうところもあったから、俺はこのね、7回表の伊藤将司のね、このピッチャーライナー取るかどうか問題。これがね、カープにとったら一番の今日最大のね、ポイントだったかなと。で、阪神はね、7回裏も三者凡退。で、8回にね、広島2アウトからだけどもね、ピッチャーね、石井が2人抑えて、島本出てきて、野間ね、小園が連続ヒットで2アウト1塁チャンス来るけども、ブルワー出てきてね、まあ、ここは代打松山出てくるの分かってたと。でもあんまり対戦したことないパワーピッチャーで、行った方が松山も打ちにくいやろっていうね、ところを岡田監督が言ってたんだけども、でそこでね、ブルワーが最後ね、カーブとかね、巧みに使って最後は高めのストレート、力強いやつでね、空振り三振ということで、この1イニングね、石井、島本、ブルワーとね、3人を使って完璧に抑えていくっていうね、岡田采配が見事にね、かまって、で、8回裏もね、広島はね、三者凡退なわけよ。だからまあ5回にね、2アウト1塁でチャンスを作って、中野がね、三振するんだけども、6回以降、6、7、8のね、阪神も三者凡退なのよ。で、カープはね、あと1本出ればっていうね、流れの中なかなか1本出ないっていうところで解説しても、これも延長ですね、ってね、言ってたら、まあ9回の表ね、今度は広島がね、岩崎からワン、ツー、スリーってね、三者凡退になって、流れがあるわけよ、この三者凡退で。で、9回裏ね、栗林が出てきて、ワンアウトから、大山にね、ツーベース。ね。ちょっと高めに打ってきたね、カットボールのところをね、センター左横、右横にね、右中間に打ってツーベース。で、ワンアウト二塁からね、この里輝の三振はめちゃくちゃ良かったよ。アウトコースのストレートね。で、ツーアウト二塁になって、ノイジーがね、一塁空いてるから敬遠。で、ツーアウト一塁から坂本。これのね、ストレートのね、フォアボール。これが全員の誤算。もうベンチも思わんかったよな。この坂本に対して、ストレートのフォアボールになるって見てても思わへんかった。で、ツーアウト満塁になって、もう恐怖の8番木浪を。ね。これもね、初球ね、カットボール気味、見逃して。で、2球目ね、ストレート高め。クソボール振ってね、ファールになって、いや、これ、追い込まれても、これはちょっと延長やなと思ったらね、ワンボールツーストライクから、まあ、ストレート行ってたから、もうそろそろフォークのね、低め欲しいなっていうところで、フォーク行ったのよ。そしたらもう全く、何の変化もしないで、ただのもう、プロスピの、嫉妬みたいな感じでスーッてど真ん中行って、で、それをね、木浪がライト前に打って、さよならヒットになったけど、あそこはもうね、相澤を信じて低めにしっかり投げ切れなきゃ、栗林。これ勝負どころできて、ど真ん中のフォークは、相澤もマジびっくりしたと思うで、そんな来ると思わへんやん。よし、ここ勝負やと、ワンパンね。っていうところで、嫉妬は痛いね。だからもう坂本の、ストレートのフォアボール、そして、ワンボールツーストライクからど真ん中のフォークの嫉妬。これはね、想像つかなかったと思う。でもそこをね、木浪がしっかり打って、ヒットで言えばね、広島は7本打ってるけども、阪神はね、5本しか打ってないから、で、さっきも言ったように、6、7、8、3者連続ね、凡退っていうところで、なかなかチャンスもなくね、最後の1本ね、チャンスをね、ものにしたっていうところでは、このね、やっぱ強さっていうところもあるし、岡田監督がね、やってた、やっぱりね、この8回のね、石井、島本、ブルワー、この3人でね、1イニングのピンチを抑えたっていうベンチワークもね、生きたっていうところでは、もう岡田監督で、木浪が打つかどうか考えてなかったぞって。10回、桐敷が行くことばっかり考えてたって言ってたみたいで、ね。そんなもんお前、毎回打て考えてたらもう体もたえんでってね、言ってたらしいから、まあそりゃそうやな。常に打て思ってたらそりゃ疲れるよね。でも10回のね、ことばっかり考えててね、木浪よかったってね、言ってたらしくて、まあこのままね、行くのかどうかっていうポイントだけどね、このまま生かしただけはカープはね。まあどこまで踏ん張れるかまた明日もね、勝負だね。そんで明日のね、この、阪神対広島、広島先発で床田。これだから一周回ってきたからね、1番手に帰ってくるんだけども、阪神に対して 3.10。5試合、登板で4試合先発。1試合完封してんだけども、2クオリティスタートの2勝2敗。だからいや、ちょっと山がね、ちょっと激しいのかもしれない。で、被打率2割並ぶ。結構打たれてる。セリーグで一番打たれてる。ちょっとここね、ちょっと、まあ、山あり谷ありだね。完封もしてるからね。で、逆にね、阪神先発大竹。対、広島 0.57、一番抑えてる。7試合だよ。7試合に先発して、1完投、1完封、無四球1回。で、5クオリティスタートの6勝0敗。被打率が2割1分9厘、ウィップ 0.8 なら完璧です。完璧です。もう何回も言いますけど、普通にやったら、阪神が3連勝して日本シリーズ行きます。カープがここ普通にね、相手にやらせないでどこまでできるかどうかだけど、もうね、負けたら終わりだから捨て身の覚悟でね、もうどこまでいけるかどうかよ、思い切ってね。そういった意味では、まあね、データ上で言えば、もう阪神がね、完勝するっていうデータになってますけども、そのね、過去のデータだからね、それを覆すためには、明日どうなるとかっていうところはまあね、もう打てるかどうかでね、カープはね、もうドババーンって打ってたらね、勢い調子に乗ってくるけどね、まあそこら辺はどうなんでしょうか。さあ、続いて、オリックス対ロッテというところでね、まさかの6対5でロッテの逆転勝利。これでアドバンテージを含めてオリックス2勝、ロッテ1勝というところで、まだまだわからない。今日ね、もう完全にオリックスね、勝ったと思ったけども、なんとロッテの逆転勝ちっていうところでね、まあロッテ先発ね、メルセデス5回97球、7で4三振、1四球三振って、オリックス相手のね、対戦防御率と同じようにね、悪かったっていうところもあるけども、初回の3失点だけでよく踏ん張って、5回よくだけだね。これはかなり大きい。明日ね、先発が沢村っていうところのね、リリーフデーになってくるところで、メルセデスがね、2回以降崩れなかったのはね、めちゃくちゃ大きかったかなと。で、オリックス先発立場ね、6回92球、4安打2四球、4安打2三振、4四球4失点。結局このね、4四球がね、絡んできてるっていうね、ポイントになってくるけども、ね、ロッテは初回ね、先頭荻野がいきなりフォアボール、ね、で、藤岡三振するけども、石川がね、ちょっと詰まりながらもね、いい感じで右打ちでライト前ヒット。これでね、2、3塁なって、で、ワンアウト2、3塁からね、ポランコが内野ゴロの間にね、1点っていうところでね、ここをね、しっかりね、1点取るっていうところはね、大きかったね。そんでね、ここなんだけど、もう今日ね、最後ね、打たれて、山岡が打たれて負けたっていうのはあるけども、今日ね、オリックスの守備がマジやばすぎる。もうちょっと考えてやんないとっていうところでね、先ほどね、ポランコの内ゴロの間に1点って言ったけども、この石川のね、インコースね、いい感じのね、右打ちでね、ライト前ヒット打ったけども、このね、ライトね、広岡、初回だよ、荻野だよ。ってなった時によ、わざわざ三塁無駄に投げる？全然セーフやん。しかもそれてるやん。バッターランナーセカンドまで行ってるやん。はぁ、マジありえへんで。あのプレーと、あの判断は。最悪だよね、正直ね。で、その中で結局、ポランコのね、セカンドゴロの間に1点取れるけども、あれ、ひょっとしたらね、まあ同じ結果になってたかどうかはわかんないけども、仮に1、3塁の状況で、だったらダブルプレーだからね。で、0点だからね。それを、あの送球はもう判断も技術もそうだけどありえない。で、まあ1点ね、ロッテが先制するわけだけど、オリックスはね、その裏ワンアウトからね、宗ライト前の、で、森がライト前。で、セネールはね、センターの同点タイムリーヒット、スライダーが甘く入ってきてね。で、杉本もね、タイムリーヒットっていうところで、で、紅林もヒット。ね、こちらもね、昨日やり返してね、5者連続ヒットっていうね。だから立ち上がり甘い。制球全部逆球。全部真ん中。入ってきて、まあ、それをね、ものの見事にね、オリックス打線に仕留められて、ワンアウト満塁から今大将の最後犠牲フライっていうところでね、まあ、3点取られるんだけど、まあ、制球立ち上がり悪かったね。でも先ほども言ったようにね、その後2回、3回ね、4回、で、5回とね、まあ、ヒットもね、フォアボールも出したから、なんとか踏ん張れたっていうのはね、めちゃくちゃ結果的にね、大きかった。で、その中でね、マリーンズはね、このメルセデスが踏ん張ったっていうところで、6回の表ね、2アウトから、石川ポランコ連続フォアボール、ここよ、田島。このフォアボール、しかも2アウトから、めちゃくちゃ痛い、結果的に。だからね、正直ね、自滅感あるよ、今日のオリックスは。ね。で、2アウト1、2から、岡のね、レフト、タイムリーツーベースなんだけども、ここね、2アウト1、2塁から、ね、岡がレフト前にヒットを打つわけよ。若干詰まりながらね、詰まりながらのレフトでツーベースいってよ。で、それをね、なぜか、レフト杉本が、ファーストランナーのね、ポランコが、三塁に行ったところをね、三塁にね、なぜか中継するわけ、カットマンも含めて。全然セーフなのに。ね。で、その中でそれを見て、岡がね、セカンドまで行くわけよ。で、二三塁になって、安田のね、ライト前タイムリーヒット、二人帰ってきて、結局4対3の逆転になるわけ。だから結局ね、これももし、万が一安田に打たれたとしてもよ。ね。しても、ランナー一三塁から打たれたら、1点で済んでたわけよ。ここね。で、岡のヒットだから2点で済んでたわけ。だから同点止まり。だったのにもかかわらずよ。かかわらず、ね、この岡のレフト前で三塁に中継したことによって岡がセカンドまで行って、で、2アウトに三塁から安田のタイムリーで、もういらない、もう1点入るっていうところで、一気に4対3で逆転。もう自滅です。完全に。なんでセカンド投げへんかったんやっていうね、サードにつなげて何の意味があるんやって。完全セーフだったのに。それも含めてカットも含めて、杉本もね、もっと判断しないといけない。正直もったいないよね。で、ここね、安田。ここね、セカンド回ってオーバーランでアウトになるんだけど、見て、ちゃんと、岡。ホーム、楽勝でセーフやん。楽勝でセーフなのに、もうそんな、おとりとかじゃないで。あれ、ファースト残っとかなから開かなかったで。タイミングで。もうちょっと岡がね、ギリギリのタイミングだったら行った方が良かったけども、あれもう完全岡も、セーフだったのに、これはね、もったいないね。正直、なんか勢いでもあっちゃったみたいなとこあるけども、ね、2連発フォアボールで中継ミスして、しかも中継ミスで2点取られてるからね、これはかなりね、もったいない。でもね、オリックスは、7回の裏にね、2アウトから森デッドボール、だからここもよ、沢田、2アウトからデッドボール、お返しますみたいな、四死球お返しますみたいな、で、セデーノにホームランやろ、ツーランホームラン逆転、これもあかんて、もうフォアボール。でもね、ここ、セデーノね、インコースストレート見逃し取れました。で、田村としては次高めに行ってからの、まあ、沢田はね、どっちかというと、まっすぐのチェンジアップどっちかっていうところで、まあ、高めに行って振ってくれたり、ファール打ったりいいけども、高め構えたところ、ボール、ミット1個分ぐらい下がったんだよね。そこをよく書いてたんだよ、沢田は。あれ、ちゃんと高め、もしくはもうちょっとハイボールに投げていかないと、田村が構えてるところより上だったらまだ最悪いいけど、あれより下に下がってくると、ね、バットが当たるゾーンに来る。しかもその前にインコース来てるからね。インコース来てるところで若干高めになったからって、セデーノとしたら同じ目線に入ってくるわけだから、そこ、ね、あれを、インハイね、そんな簡単な球じゃなかったから、あれを捉えたね、セデーニはめちゃくちゃ素晴らしい。ナイスホームラン。でも、ロッテバッテリーからすると、意図してないところに行って打たれてるのはダメよ。あれを最低でも田村が構えてるところより、構えてるところ、もしくはもう一個上に行って打たれたんだったら、もうちょっと考える余地はね、あったかもわかんないけど、あれは高め見せての、低めっていうところの、つなぎの球だから、つなぎの球をストライクゾーンに投げちゃったんだよ。正直。しかもその前めちゃくちゃいい球だったから、ね、それを続けたことによって、セデーニの目線っていうのが合っちゃったっていうところでね、まあ、セデーニのホームランは素晴らしかったけど、あそこよく書かないでもうちょっと高めにね、しっかり投げなきゃいけなかったなっていうところでもったいないね、ホームランだったね。それでね、まあ、そのままね、5対4で終わるかなって思ったけども、9回表ね、ピッチャーね、宇田川から山岡に変わって、また今日のね、オリックスの、リリーフも含めて、田島、小北、で、宇田川山岡っていうところでね、まあ、平野がね、ベンチに入ってないっていうところと、まあこれ山崎颯一郎が投げなかったのもまあ2試合連続にならないようにっていうところでまあ投げなかったのかなっていうところもあるけどもね、まあそこら辺はどうなんだろうね。結果的に負けちゃったからね、ちょっともったいないと感じるけども、山岡が出てきてね、代打角中ストレートのフォアボール、これはダメだよ。リリーフで出てきて先頭ストレートのフォアボール、マジね。でしかもよ、こっからロッテは飛び道具のね和田が出てくるわけよ、和田がね。こういったところでね、やっぱりね、終盤のね、この1点に強いのはね、この和田がいることなんだよね。しかもこれでノーアウトで出てきてるから、で、ノーアウトで出てきてね、山岡としてはね、もう牽制もね、しっかり入れながら、6回もね、牽制入れながらね、安田とのね、勝負になっていくんだけどもね、まあ結果ね、盗塁を決めたね、和田の走塁がね、めちゃくちゃ素晴らしいっていうところもあったけども、このね、配球よ、昨日ね、松川のとこ行ったけども、初球縦スラみたいな。全部で6球連続縦スラ投げて、1回カット挟んで、で、また縦スラっていうところで、まあここね、気持ちもね、わからんでもない。安田がね、ノーアウト2塁だから、もう絶対引っ張って最低でもね、進塁打打ってやろうっていうところで、まあね、この、追っつけるっていうよりもね、早めにこうヘッド返して打つっていうところになってたから、だから、もうこのね、外のね、森としてはアウトコースの縦スラを投げて、ね、なんとかして打ち取ろうってなったけど、多分それでもね、全部その前のね、高めに浮いてたから、ここね、どっかでアウトコースね、まっすぐ挟んだ方がより生きてたと思うよ。これは、まあ、意図としてもわからんでもないけど、続けすぎだね、正直。まあ、どっかで一回、やっぱアウトコースのストレートでよかったから、アウトコースのストレートを一回どっかで挟んだら、ひょっとしたら三振っていうのもあっただろうし、まあ、結果ね、進塁打になったのはね、ベースに当たってね、そういうタイムリーになったから、まあ、オリックスとしてはね、かなり不運な場面もあるけども、これはやっぱりね、さすがに続けすぎだね。意図もわからんでもないけどね、引っ張りにかかって、あれ、おっつけにかかってたらね、まだ話が変わるわけ。おっつけにかかってんのに、まだ何球いくんや、みたいなね。引っ張りにかかってるっていうところでね、バッターの結構、バットの先とかにもね、結構当たってて、まあ、なんとかして引っ張りたいっていうところもあったからね、アウトコースに落として、なんとかっていうね、もうひょっとしたら三振もあるかなっていうところもあっただろうけども、ここはね、やっぱどっかでまっすぐね、アウトコースでよかったから、まあ、挟まなきゃね、いけなかったんじゃないのかなっていうね、この8球目の縦スラのボールなんてもうちょっと見極め、られてるからね。ほんで結局は全部甘くなってくるっていうところもあるし、まあ、山岡の状態がね、悪かったっていうのもあるけども、ここはちょっとどっかでね、意図はわからんでもないけども、まっすぐ運ぶべきだったね。で、ここでね、ノーアウト2塁になって、ね、バントで送って、最後ね、ワンアウト、3塁からね、山口がね、きっちり犠牲フライっていうね、ここももう縦スラっていうね、これ全体的にね、縦スラ頼りすぎだね。もっとだっていっぱい球種あるでしょ。山岡もね。まあ、それがね、角中の時にね、縦スラ行って、ストレートがね、高めに浮いてボールになったから、使いにくかったのかもわかんないけどね。そういったところはね、ちょっと全体的にね、まあ、山岡の状態が悪かったっていうともあるけども、この配球偏りすぎ問題ね、ちょっと気になるよね。まあ、その後ね、この中村が調子悪いっていうのもあるけども、縦スラ、ストレート、縦スラってサードゴロを打ってるだけに、やっぱストレートをね、やっぱどっかにね、挟むべきだったし、この中村の時のストレートを見逃してるから、多分変化球ばっかり来るから、ストレート来るとか思ってないんだよね。そういった意味では、ここはね、ちょっと反省すべきだね。ストレートを使わなすぎたっていうところで。で、ロッテはね、きっちり勝ち越してね、で、その後、増田が出てきてね、打たれてるセデーニをね、最後でスライダーで三振取ってっていうところで、まあね、ツーアウトからフォアボール出して、おいおいってね、思ったけども、そこをね、きっちりね、取ったっていうところはね、正直、いいね。まあ、勝ち方。まあ、ロッテはね、5安打しか打ってないから、ほぼね、まあ、この辺もね、今年1年間やってきたね、相手のミスをついていくみたいなね、フォアボールっていうね。だから結局オリックスはね、全部ミスで失点してるわけよ。ね、結局初回もね、この石川のライト前を無駄に三塁投げてね、セカンドに進塁したことによって、内野ゴロで1点取られる。で、6回もね、フォアボール連発で、で、岡のね、レフト前ヒットを無駄に三塁に繋いで、岡にセカンドまで行かれて、安田のヒットでね、一気に逆転される。で、9回もね、先頭後でね、フォアボールで出してみたいなね、形で、あとは縦スラ連発でね、やられちゃうっていうところで、ちょっと偏りすぎっていうところもあるから、ちょっと自滅感あるね、オリックスは。ね。エラーはついてないけども、もう細かいミスが多すぎる。ね。逆にね、ロッテで言うと、この勝ちの要因で言うと、やっぱメルセデスがね、最初も言ったけども、初回ね、3失点したけども、その後ね、なんとか踏ん張れたっていうのは、大きかったし、こう7回ね、デッドボールからホームラン、マジ最悪よ。ね、しかも、高めをね、低くね、なってきたっていうところで、あそこちゃんともうちょっとね、雑にいかないで、丁寧にね、力任せじゃなくてもしっかり投げていかなきゃいけないっていうところは、ちょっともったいなかったなっていうところあるけども、負けてたら最悪のね、3連敗もあった中で、なんとか9回ね、ロッテは踏ん張れたっていうのは非常にね、大きいかなと。で、明日がね、沢村っていうところで、もうこれ完全にリリーフデーだからね、何イニング投げんだろうね。1イニングかな ?2 イニングかな、まあ、ここがどうハマるかっていうところもあるし、まあ、オリックスはね、東っていうところで、今年のね、ロッテの成績で言うと、まあ、2試合投げて防御率 2.13 と。で、被打率が2割っていうところでね、しっかり抑えれてるっていうところではね、非常に自信を持って東投げれるんじゃないですかね。ちょっと、宮城投げないんでね、体調悪いのかなどうなんだろうね。そこら辺ちょっと取材できてないから、ちょっとわかんないんだけども、まあそういったところではね、まあ明日ね、阪神がスイープで決めるのか、オリックスがね、ここを引き離してリーチに持ち込むのか、ロッテがね、2勝2敗でタイに行くのか、これ行くよ。ちょっとじゃ下克上球児あるしね、明日ロッテが勝ったらね、ロッテまた行って2005年以来の阪神対ロッテの日本シリーズあるかもしれないからね、ちょっと注目だね、沢村のね、投球にかなり注目がね、集まるというか大事になってくると思います。あとはオリックスはフォアボールとか、ミスで自滅だからね、負けてるわけじゃないからね、チームの力で言うとね、負けてるわけじゃなくて、自分たちの自滅で負けにいってるから、そういったところはね、しっかり1日で修正できるかどうかっていうところもあるし、マリーンズはね、打つのはいい感じだけど、ディフェンスでね、もうちょっとバッテリーコーチ、スコアラーも含めて、もうちょっとちゃんとね、研究して、どういうプランでいくかを整理して、しっかりね、共有してやっていかないと、ちょっとね、ディフェンス面がね、ちょっとボロ出てるからね、そこら辺はちゃんとやった方がいいと思います。ということで、佐々木おせち、ここまでです。ということで、また明日もね、お送りしますので、明日も見てください。さあ、日本シリーズ進出が阪神決まるのか、ロッテがタイに持ち込むのか、オリックスがリーチになるのか、ね、明日はどうなるんでしょう。みんなで楽しんでいきましょう。それでは。